はい、オリオンです。今回の雑学はこちら。あの痛い寝違えの原因は何かという。朝起きると首に痛みが走り、動かせないことがある。寝違えのことですが、なぜ起きるのかと。原因としては、姿勢が悪かったことや、枕と頭の高さが合っていなかったことが考えられると。ストレスから首の周りが緊張して起きる場合もあれば、首の周りを冷やしすぎて血行不良になり、寝違えることもあると。いずれにしても筋肉が炎症を起こすことで痛みが発生してしまうということです。はい。